バーデン・バーデン・フライブルク SWR 公共楽団はかつてドイツのバーデン・ビュルテンベルク州に本拠を置き活動していた南西ドイツ放送所属のオーケストラ。ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州にはかつて南ドイツ総合放送と南西ドイツ放送と2つの公共放送局が存在し、それぞれにシュトゥットガルト放送公共楽団と 南西ドイツ放送公共楽団が所属していた。1998年10月に2つの放送局は南西ドイツ総合放送として統合されたが、2016年7月までそれぞれの還元楽団は別個に活動した。南西ドイツ放送の初代音楽部長であり、後年に国際現代音楽協会の会長を務めたハイン・リヒ・シュトローベルが現代を音楽に 積極的に取り組み音楽番組を充実させていくことを試み、その後も長きにわたってこの楽団の特徴となった。定期演奏会と特別演奏会が模様されていたのはフライブルクのみであり、南西ドイツ放送主催の定期演奏会が、シュトットガルト放送公共楽団との持ち回りで、マンハイムでも行われていた。長らく、ドナウエッシ信玄現代音楽祭の レギュラーオーケストラでもあった。1946年2月1日、バーデン・バーデン氏のシリーズ療養地公共楽団が南西ドイツ放送へ遺憾状とされて誕生した南西ドイツ放送管元楽団を前身とする。同年、南西ドイツ放送大学団と解消する。1950年にシュトローベルは戦前からラジオで人気の高かったハンス・ロスバウトを 迎えることに成功し、同年からは、世界的な現代音楽祭である、ドナウエスンゲン音楽祭の常連となり、音楽祭の中枢として、脚光を浴びた。1966年に、南西ドイツ放送公共楽団に改唱。1996年には、バーデン・バーデン市内の南西ドイツ放送敷地内に、あったハンス・ロスバウト・スタジオから、フライブルクに新設された。 フライブルクコンチェルトハウスへと本拠地を移す。そして、1998年の南ドイツ総合放送と南西ドイツ放送の統合合併に際し、名称をバーデン・バーデン・フライブルク SWR 公共、楽団とした。2012年9月28日、南西ドイツ放送の顧問委員会は、財政上の理由から、シュトットガルト放送公共楽団との統合を、 発表し、多くの音楽家が公開状を提出したが、請願は叶わず、2016年7月17日、フライブルクを本拠地とする公演に終止符を打った。極限的に演奏困難な現代曲でも完璧に演奏できるというアルディティ弦楽四重相談のような能力を売りにしていた。しかし、ヘルムート・ラフヘンマンのゴミ・スターブはベートーベンの 第9を引用しながら、チリという題名を付けたことが品縮を買い、下劣で演奏不可能と言われ中止になったことがあった。後に、ドナウエシンゲ言ン現代音楽祭で初演され、現在発売されている決定校は各種のオーケストラに取り上げられており、技術的に特に演奏困難な曲ではないが拒絶された例外であった。また90年代のドナウエシンゲ言ンでの ホルカー・ハインへの移植作品、フェロカントも演奏混乱として2年間に分かってキャンセルされ、未だに初演されていない。現代曲専門のオーケストラという伝統はドイツで途絶えてしまっており、近年の若手作曲家のオーケストラデビュー作も、特段現代曲専門のオーケストラが初演するわけではなくなっている。ドナウエス・ンゲン音楽祭のライブ録音に関しては、様々なレーベルから、 各年の公演が CD 化されている。下記は代表的な録音の一部。最終公演の収録を南西ドイツ放送第2チャンネルオンラインで2017年1月17日まで聞くことができた。1992年、2012年と数回の来日公演を行っている。また、1980年代後半には若杉博士が2008年、 2009年のシーズンには、客演円指揮者として、王の和志、佐藤豊の二人の日本人指揮者が登壇した。ありがとうございます。